さあ、おはようございます。インターナムヤクルバー、金太です。山形市、あの、都市公園となる千歳館などの利用、いろいろどういうふうに利用するかって、演舞場や商業機能を提案したそうです。確かに、新鮮の割烹料亭として、千歳館、確かに閉店はしておりましたね。その、調査を行った結果、いろいろ、山形舞子の塩米場など、いろいろな伝統文化、飲食店提供する商業機能を追加したいという話があったそうです。確かに、えー、いろいろありましたね。はい。 レストランとか運営もいいですし、楽しみでございます。皆さんはどの方がいいですかはい。あとは、まあ、山形駅前大通りの、テラス化などの計画もあったそうです。山形はいろいろ変わるかなと思います。キッチンカーを配置する事業や、オープンスペース、サインやその他物々を置くそうです。皆さんはどう思うか、チャンネル登録とコメントでどうぞよろしくお願いします。というわけで、 山形市の千歳間の活用についてと、山形駅前大通りテラス化計画でした。バイバイ。